ご視聴ありがとうございます。りおんちゃんで今日の動画は11月の購入品をやっていきたいと思います。まあ今日今回はいろいろあるというかあの、カラオケ動画を撮りに行った時にあの、させるだけピアスさして今ここしか入ってないんですけどここにも開いててなんか。 なんかここに開けたいなってて <laughs> ふとね思っっししまいまいたこっちはさ、まあ、3個開いてんだけどなんかこことここでしょすごいここにさなんか何かしら開けたいなと思って何かしらっつうかあのピアッサーで開け <laughs> あ私はピアッサー派なんだけどでもねここさ こう場所が場所だけにタブと違うから痛いんだよねっていうねどうでもいい話あ何から行こうかなまあ1個はまあそのものをご紹介まあ付属するものをご紹介するからその時に言うんだけど1個1個というかまあこの動画が出る時って正直そう 今から話すやつってまだなんだけど絶対そのことにまあ一部の人しか見れないんだけど多分一部ほんと1万人見れて1万人なのかなあーホームページで確認しとけばよかったんだけどまあ頑張って1万一万数千人ぐらいしか 見れないんだけどまあまあねこれは前にもご指摘というか絶対そうでしょみたいなやつは言われてきてまあ今回ということでまあねまあご指摘されてたけどこうはぐらかしてきたね例の問題についてまあそのことでまあちょっとね あれになるのでそれをね言うんですけどそう前ライブやってる時だからまあ動画で言う2年か3年前ぐらいライブをよくやってた時期にまあ何人の方からか言われたんだけどそう なんか恥ずかしいねそう本名名義でなるんですけどまあ YouTube と関係なく個人的にそうこうふまあ家族とまあ近場ファミリーしか言ってないんですけどうーんとそう そう12月1日号の、まあ、地元の広報誌に載ることになりましてそうまあそ <laughs> まあ地元民の方しか見れないのかな多分ネットで多分その広報誌が見れるか確認してないからまあ見れんのは。 紙版しか多分見れないから多分1万人もいいのかななんか多分1万人ぐらいいたような気がするんだけど地元に。に乗るんですけどまあそうだからああの古ねえっと本名名義で乗るんですけど。 まあそのねなった内容まあご指摘をね頂い,いててこう何て言うか私はこうお付き合いとしてはもう20年以上のお付き合いなんですよ。で私はもし結婚するんだったら。 まあ、今のところだってまあ結婚とかそういう一生一生ものの相手さんにはまあ言わなくてはいけない事案というかおんぐに抱っこのまあ何かの動画でここ最近の動画でまあお伝えしなければいけない私のねなんか。 受け入れてもらうリストの中に今んところ4つあってその中の1つがあの持病の一番まあまあ私の中で一番お金かかる病気まあよく最近動画で言ってるやつまあそれに付随する感じのやつ YouTube まあこの活動ですねそれ今回に今回広報誌に載った理由の最後の一つがこうこれが多分この4つの中で一番厄介にして長いお付き合いっていうかなんていうか私もその 具体的な名前がよく分からなくて名前というかその病名というかまあ大きなくくりで言うとまあ言わなくてもなんとなく長いお付き合いの方なんとなくわかると思うんですけどそれが広報誌に乗るっていう話でまあ ちょっとね、本当に私、それの、こう、大まかで言うと、こう、こう、発達系というか、そういう学校に、まあ、3年間だけ三年間だけ通ってて、まあ、正直に言えば、もっとね、 もっと長いことから入れたんだけど、まあ、親のあれで、とりあえず3年間だけそういう特殊な学校に通っててっていう感じで、まあ、これはこれ単体でね、なんか、話した方がいいので、なので、なので、乗るっていうお知らせ。 か報告とといいうかお知らせというかそれに対して、まあ、まあお願いというかそれに関してまあそのことについて私にねまあ答えられる範囲答えていこうと思うんだけどまあ第三者に迷惑を そう私は次まあ一番最初のやつは私のあの動画が原因なんだけどそれで他人というか私が今の第三者に迷惑をかけたっていうのがあってそれでめっちゃね病んでそうまあこれもね闇期の過ごし方とか別な動画にしようと思ってるので。 まあ今日は本題の購入品ということでまあお知らせのお知らせっていうことでやってうんそう長くなるのでこのお二つなので単品動画としてそのうちまあ出せたらなと思っておりますまずねまあお知らせっていうかもう買っちゃったんですけどそう買っちゃったの 私は最近の動画でめちゃくそ病院代に今後かかってくるのでしあと色的な問題で夏まあさい最近車の話してなかったなって思ったでしょ。でなんとなく私買えるなって思ってたでしょ。で で11月20日に契約しましたもうね本当なら1か月後ぐらいに来るんですけどまあ今,今こういう状況だし半導体とかの影響でだいたい3月20日ぐらいに私のところに物来るんですけどそう買っちゃったんですまあその動画は単体でね作るんですけど 一般ノーマルタイプと私カスタマイズ号みたいな感じでご紹介するんですけどもう私ねもうねなんか前からもうなんかそのさ使うこの準備段階が楽しいからもう買っちゃったんだけどまあ早くてこれ使うのってまあ2月とかまあ届く近くぐらい。 大体3月20日前後にうちに来る,来るというか物ができて多分ドナドナされてくるんだけどまず1個目これこれです何を買ったかっていうと車を買いました本当は別に新車じゃなくて良かったんです本当に私は新車8年78年ぶりに新車を買ったんですけど もう予定でははこんなな新車買うはずじゃなかった中古車でよかったんですけどそう今私が欲しい車ってそういう目的で買ったわけじゃないんですけどキャンプとかうーんと車の中で寝る方みたいなそういう向けをしたい方に,に人気らしくなくてなくてっていうか私が求める 四駆パールのやつがなくてそう詳しくは詳しくはそのねお披露目ど動画で話すんですけどやっぱりまあ新車を買うと自分が好きなまあ今回ちっちゃいんでリアヒーターそうこう新車を買うと確かにお金つうか カスタマイズされてないので最初に初期がかかるんですけど本当にあの一番高い RS っていうランクを買ったのでほぼほぼつけるのって大したことなくてつけるのはナビぐらいなんですけどそういろいろとね高いランクで一番高いやつなのでまあ一番高いっつったらあれなんで2種類しかなくて。 なんですけどほ,ほぼほぼつけるやつなかって楽しみなんですけど別に私キャンプとかそういう家で目的の人じゃないんですけどなんかそれがその車を買おうと思ったのはその動画で話すわ今話しても何のこ物が来てないと何のこっちゃが分かんないと思うんですけど ね、ついついねナンバーフレームだけ買ってしまったこう黒より前のトールくんにも同じやつを使っていたナンバーフレームです別にさ今度さ K じゃからさあーまあ住民票来る頃に住民票をねあの、デーラーさんに持っていかないといけないのでそん時にねあの 風にやっていうか陸運局に持っていくのでその時にナンバープレームを車にくっつける時に一緒につけてもらおうと思ってめちゃくそ早いんですけどついついね本当はね他のマットとかいろいろ欲しかったの我慢してとりあえず価格帯の調査あの座布団とか足置きマットとかあとまあね あの自分がどういう方向性の車にしようかなっていうのをそうナンバーフレームどこのやつなんだろうこれカインズホームとか別なこの会社のやつを買いました前と後ろでねなんかさ1個だけだからさまあ、K、とかも関係なく使えると思うので多分ね ナンバーーフレームめっちゃ早いでしょ。私さ、この準備段階が楽しいからさ、めっちゃさ、あとカインズホームで、本当はね、トライアルで買おうと思ったカーシャンプーを買いました。カインズの全色、全車色対応のカーシャンプーを買いました。そう、トライアルで買った方がや、や、っ これ前上がる前は198円ぐらいだったっつ記憶があるんだけど300300 300円台に上がってたこれカーシャンプーあとは布団敷布団を買いましたこれさ私さ失敗したのしまむらでさ2970円で買ったの でさ、カインズホームそのさナンバーフレーム買ったりさしにさ何気なくさなんか布団コーナーうろうろしててうんと安くなってて2000 2500円で買えたのこの同じ布団同じやつこれパパちゃん用の布団でさ あのどっかの誰かさんとは言わないんですけど私の使わなくなった枕かハバゃんの布団かじネズミのごとくかじるので1年に1回1年に1度交換ぐらいの勢いなので高い布団 <laughs> うちいらないなと思っててなんかネズミさんいるのでうちになのであのね その同じ普通のねあの一般的なやつを買いました出したかったんですけど邪魔になるんでこのねタグタグだけあとは部屋用に置く蓋が止まるマスクシこのさこ,ここいら,いらないんだけどさここがさ開くとかさ別行動かさ これいらないんだよな、私。私的にね。そう。部屋用に置いとくマスクをこれに入れようと思いました。マスク。トライアルで買ったやつと別な100円ショップに行ったときになんかつい買ってしまった黒いマスク。ダイソーのやつ30枚でしょ。 マスク縛りで言うと自分のも買ったんだよマスク白いやつそう白いやつ次いつものなんかさネスカフェの,あのゴールドブレンドの方が棚になくてエクセラまああってもさ値段がさゴールドブレンドの方高かったから買わなかったんだけど エクセラでしょハッピーターンまた買います。たヤツくんだいたいこれ基本170円ぐらいなんだよねこれ119円ぐらいで売ってたのでハッピーターン買いましたまあ、他にもお菓子買ってるんですけどなんか、まあ、ついついご紹介してしまいます あと除菌シート。そょこっちのアイリスオーヤマの高齢犬小型犬も食べやすい細切り丸ごとささみジャーキー。そういつも松の松平の買いたかったんですけど値段高い割に容量が 50g しか入ってないんだったら。 1十9円で 100g の方がいいかなと思って、こっちのアイリス大山のにしました。でしょあとはね、100円ショップシリーズをやりたいと思います。まずは、ついつい買ってし、絶対、眉毛美容液は、 頑張って使ってて使おります眉毛美容液夜だけでなんだけど夜だけしか使ってないんだけどそう最近さあのお風呂を入らず寝て翌朝入るときはずるしてやってないんだけど夜お風呂に入ったときはまつ,びまつ毛美容液を塗りたくって寝ております。 これはなんか使わない気がする。ついつい買ってしまったんだけど。眉毛、前髪キープブラシ。なんか今流行ってるよね、こういうやつ。速乾ベタつかない、ふんわり仕上がる。っていうね、なんか今、若干流行ってるやつ。次。これは、あの、 うんと地雷さんメイクをやり直すために買った MFL ジェルライナパンナコッタ抜け感オレンジ系のブラウンまつげの隙間に描きやすいそう私はこうなんか シャドウで描くのが下手くそだからこういうのは頼ろうと思って買いました。次。あ、同じ理由で買ったエクステヘアピンセット。このピンクだけのやつを買おうと思ったんだけどさ、うまくさ、付けられるか分かんなかったからこっちの方がいいかなと思って。 入りましたピンクの方しか使わないんですけどピンクがよ4つ入ってる方が良かったかなって思ったんですけどとりあえずあの4つずつなってるのでこっちとこっちでね使おうと思いますそうあとさラメラメちゃん同じメーカーのリキッドアイシャドウベージュここにさ 今日さあのアイシャドウで塗ってうんとキャンメイクのなんとかな涙袋ペンで描いてるんですけどその上にさラメラメツンツンみたいな置いてるメイクが最近多いなと思ってあずが見てる美容系さんのメイクを見てるとあと地雷さんもなんか,なんかちょっと奥か。 苦手なんですよねこういうやつ。あとは粘膜系の色、うん、涙袋のここに最初これで塗ったくってなんか色入れて最後になんかこういうこういうラメラメ茶を入れる感じみたいな。用で買いました。まあこれはねインスタで見てて気になったので。 こういうい系のペンシルがたそういえばダイソーに売ってたなと思ったのでまあ続くかわからないけどお試しには100円ショップがまあ使ってみてよかったらランあのいろんなメーカーさんから出てるのをまあライトアップレベル上げしてて試すにはちょっとダイソーからっていうのもありかなと思ってダイソーでしょ あとこれもインスタで見たんですけど最近私うーんとシャンプーリンスヘアマスクを使っていてそうインスタでなんかそのなんとかのマスクを塗ってるあのトリートメント的なのを塗ったあとにこのでっかい筆筆が バスコームっていうやつで溶かすといいとインスタで最近インスタ好きでこういう風にこう塗ったらこうシューみたいな感じでやるといいと私そうなんかちょっと動く動画系とか私最近暇さえあればインスタグラムを見てるのであとね 結構インスタとかでなんか載ってるとあれ食べて最近コストコで食べたいのは今限定の前から私あれ食べたいんだけどうんとハイローラーの今限定のなんかローストビーフみたいなやつが今出てるらしいんだけどそれが食べたいなあとコストコで何個かなんか食べたいな とか思ったりしたりあとはまあなくなってきたのでストックで買ったブラシ専用の専用クリーナー私は2週間に1回ずつ筆を洗っているのでまあ残った息戻してるんですけど意外と使うのでストックそう使う時は使うからさ減るんだよね 2週間に1回ずつ洗ってはいるんですけどあとはあの玄関マットっていうか部屋の入り口のとこにこまあせん今洗濯してるんですけどそれはセリアバージョンの四角いマットでなんか似たようなやつがあったのでああし ケアマットこれさ多分さあの多分椅子の椅子のとこに引くやつだけど多分さ行けと思うんだよねそれをで買いましたなんか悪かったらそうなんかさインスタとかでさおしゃれな部屋さ乗ってたりするじゃんうん 模様替えしたいなって思っててて思今撮影してる側をベッドにしてベッド置いてる側をそっちは多分ね一回も多分動画撮影したことないんだよね記憶上ないからそっちに今ねちょっとね模様替えしたいなってふと思ってる。 なんかさ女子の部屋みたいな部屋もいいなと思ってさでしょ思ってるあとこのカゴ収納バスケット今あの今あの上の上というか白いカゴの方がちょっとねカゴがちっちゃいなと思ってそう 海苔とかお菓子とか煮ラーメンとかを入れておくやつがちっちゃいなと思ったのでこれと交換してそれに使ってたやつをあのこうやって動画で紹介する入れ物は1個しかないのでこっちの方がでっかいでっかいじゃんこれをそっちに持っていけばいいか意外適当に買ったバスケットが意外とこれ大きかったこ っていうね、にしようかなと思って、通ります。逆にしよう。そう、これにさ、1回目のさ、あの、使い切りコスメ取ろうと思ってんだけど、12月1日に、1日中に取ろう。まあいいや、今日は。 こんな感じで終わりたいと思いますご視聴ありがとうございました次の動画でまた会いましょうそう今日はねこのメイ動画を撮るためだけに撮りまあのメイクをしましたなんかさすっぴんつーのもなさなんか顔が薄いしさ目がねできるんだったらいいんだけどさ反射するからさそれも意味ないからさなんかすっぴんつーのもなと思ってそう 過去の動画にこれだけとかこれだけのメイクを取るだけにも下にもかかわらず結局その動画は出ないっていうことも多々ありありなのでそ,うその動画はメイク動画だったんだけどめっちゃ体そう前なんてそうめっちゃ体調悪い時にバック紹介したんだけど声がガラガラすぎて出せないって。 思って、結局その動画ボツにしたこともあったりするんですけど、そんな感じで、うん、片付けつ,つ、その、今日買ってきたものを、あ、紹介したものを片付けつつメこうを落としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画で。よしょ、バイバイ。あ、ここを開けたいなでやめな ここさ、場所が場所だけに痛いんよ地味に1ヶ月ぐらい地味にジン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 してたこっち開けた時でさ開けたさピアスさんもさなんかさ評価的悪くなかったんだけどさなんかさ力が足んないやその後、とおばちゃんの妹も どこだったっけかなここら辺に開けたいって言って、同じ、同じやつを買っ頼まれて買って、開けたらしいんだけどさ、私みたいにうまくさ、開かなかったらしくてさ、そう、失敗、980円ぐらいだったんだけど、楽天で、失敗した。そう。 さ普通のピアスサーと違うからさ高いんだよなツルハードバッグでも1500円あれば買いかななんか高いんだよなピアスそういいそう地味にここに開けたいでもさ私さ通算すれば203020 20回以上開けてんよ塞がったのも合わせと ここもさ、そのさ、その、開けたのもあるからさ、ここ4つでもいいんだけどさ、でもな、ここが地味クソに痛い。あの帽子なんて被ってるとさ、ここでさ、こうなるからさ、じじじじいかった。地味クソに痛い。終わるか。バイバーイ。